えー、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日もですね、えっと、テクノ、あ間違えました。<laughs> はい、こんにちは、こんばんは。本日はですね、テクノコーツ株式会社の方を紹介していきたいと思います。えっと、この会社ですね、半導体銘柄になっております。はい。えっと、半導体銘柄で、まあ、最近有名なところだと、まあ、レーザーテックとか人気ですよね。株価も今5年チャートをお見せしてるんですけども、284円から、まあ、なんと1 5170円という形で何倍だ っていうぐらい、すごく増えてるんですけども、テクノクォーツもですね、結構株価上がってる会社になってます。ここも半導体メ柄ガラですね。まあ、レーダーテックほどではないものですね。まあ、株価が若干高い、29,700円って形で、結構一株当たりの株価が高いんですけども、まあ、私の方で概要欄に LINE 証券とか貼ってるんですけども、そこら辺一株取引もできるので、まあ、もし興味があったらですね、買ってみてはいかがでしょうかっていう形で、私の方も注目していきたい企業なので、紹介させてください。 はい、で半導体ですね、やっぱり自動車にも使われてますし、コンピューターにも使われている、まあ、もちろん iPhone とかにも使われているんですけども、まあ、今では欠かせない半導体なんですけども、このです、ね、半導体製造用のです、ね、石鹸部,部品の方に特化している会社になっています。 海外向けが主になっていまして、今、中国とかにもですね販売経路の方を拡大しつつありますと、昨年、ですね、えっと、半導体製造用の部品とかのハ導体ンメーカーというのも、ね、設備投資とかをたくさんしまして、まあ、そちらの方もですねフル稼働状態という形で、もう下機の受注も高水準という形になっていますと。 消却費だとか人件費っていうのもですね、えっと、増えているんですけども、まさ、あ、えっと、売上の方が、まあ想定以上に大きかったという形で、そこら辺もこなしてから、えー、前年同期と比べて、え増益幅拡大という形で、えっと、注目していきたい企業かなと思って、今回紹介させていただいてます。はい。という形で、決算、株価はこんな感じですね。で、株価の方なんですけども、あんまり PR が高くないっていうのが、えっと、個人的に、 まあ、いいところかというか、まだそんなに注目されてないのかなって思ってる次第ですね。レーザーテックとかはかなり注目を浴びているので、PR のが105倍とかになってるんですけども、同じ半導体関連銘柄、まあ、もちろんや,あのやってることは違うんですけども、半導体銘柄っていうところで見ると、PR が17倍って形になるので、まあ、一株当たり EPS に比べて株価っていうのはですね、あの17倍程度って形になってるので、まあ、そこまであの割高感は感じないっていう形で、ちょっと注目 なのかなな思っています、はい、なので紹介しました。と、はい、いう形で、まあ、テクノコツ株式会社の決算ですけども、2 0 2 0年11月2日に発表しているものになっていますねで。こちらなんですけども、えっとえっと、第2クォーターの実績になっていますと、売上高の方が61億という形で38.3%増加という形になっていて、まあ、大体2 0億ぐらい上がってますね。15億かな。で営業歴の方が73.5%増加してますね。非常に良い値かなと思います。12億円。 で、経常利益と、えっと、親会社の株主に帰属する4半期純利益につきましてという形で、こちらは58.4%増加してますね。えっと、EPS ですね。第2半期時点の EPS につきましては、714円から1133円という形で、えっと、かなりアップしてます。で、この EPS のですね、上がり幅が大きければ大きいほど、まあ、上昇率が大きければ大きいほど株価というのはですね、まあ、一般的に非常に高く上がっていくっていうのがありますので、まあ、この辺も見てから、 あのテクノコーツの株の買いが入ったという形で株価もですね、まあ、最近ずっと上がっている形になっています。と、はい、いう形で、えっと、PL 部分は以上で財務の方もですね、えっと、特に、えっと、もだ問題点はないかなと思っています。自己承認率72.9%という形になっていますので、まあ、非常に健全な財務かなと思っています。卒業のが140億、純資産が100億程度ですかね。配当の状況は EPS は上がっているものの150円で、えー、と変更なしとのことです。はい。で、えー、と続きの予想につきましても売上高の方がですね、110億円という形で、だいたい倍しても余裕で届く程度になっていますので、まあ、下期もフル稼働っていう情報が式法の方にありましたので、これはもしかしたらですね、あの第3クォーター、第4クォーター時点では、えー、と情報修正があるのかなと思っています。利益の方もですね、 まあ12億円からえ21億円という形で、こちらもまあ十分到達できるかなと思ってます。当期純利益につきましても同じぐらいですね。はい、15億円という形で、1株当たりの当期純利益については1 9 6 0円となっております。e p s 1 9 6 0円ですね。はい。で、えっと、これが昨年のですね、指法にな 間違えました有価証券報告書になるんですけども EPS のところだけに注目していきたいと思いますと1株当たりの当期純益金額につきましては2016年で22円だったものがですね2017年で713円で一気に上がりまして1100円1500円で1200円で若干下がったものの今期はですね1960円という形でまた EPS のですね上昇率が上がっているという形なのでここら辺今後も続くようであればかなり あの株価も上がってくるんではないかなっていうのを感じています。はい、一応サマリーはこんな感じですかね？はいまあガイダン、外乱えっと定性的な説明についても記載の通りですね。まあ、5g だとか AI、ai IoT 自動車等の需要がますます。高まる見込みという形なのでえー、っと中期。 中長期的にはですね、半導体需要というのは着実に拡大していくことがあるって形で、まあ今後とも伸びるんではないだろうかっていうのが会社の方予測になっていると思います。で、多分世間一般的にも半導体の方は伸びるかなっていうのは思われているのかなと思うので、まあ妥当かなと思いますね。はい。で、バランスシートは特に特筆すべきことはないかなと思いますので、気になる方は一時停止してご覧ください。はい。次、えー、負債の部分も同じですね。<laughs> これが PL 部分になりますね。売上高に対しての売上減価とかも、まあ、えっと、ここに書いてあるんですけども、まあ、えっと、ちょっと今回計算もしますか、一応。営業利益率とかもですねあの、昨年と比べると非常にいい値になっておりますと、営業利益がですね、昨年が、えっと、7.3億かなになっていますので、まあ、初めの2桁だけ持ってきて、 普通、その売上高の方が448なので、448ですね。44億なので、こうすると、大体営業利益率16%になってます。で、今期の方を見ていきますと、今期は営業利益がですね、12億円なので、ここを12億7000なので、127にしますね。で、こっちは、 619ですね。619という形なので、20%という形になっているのであの、昨年と比べるとですね、かなり営業利益率上がっているという形で、今期は20%の営業利益率になっています。まあ、ここら辺の営業利益率の増加がですね、まあ、EPS の増加につながっているので、まあ、こういう数字とかもですね、まあ、気になる方は見ていくと面白いかなと思っています。昨年よりも、えっと、利益を出す、会社として利益を上げる効率とか非常に上がっているというのは、まあ、かなり注目かなと思っています。 はいまあ、よってです、ね、営業利益率が非常に上がってますので、まあ、売上高、えっと、61億に対してですね利益の営業利益の方が12億円出ているという形になっております。まあ、営業代表とかはまあ特に小さい値あの利益に比べると小さい値で飛ばしまして、まあ、最終的な利益につきましても、ですね0半期純利益の方が5.5億から8.7億という形で3億円アップという形になっております。はい、一応、ここは以上ですかね。 で、同じく11月に出ている、えっと、これは、有価証券、四半期の有,有価証券報告書になりますね。こちらも書いている内容はほぼ同じなんですけども、こっち見ていただくと、キャッシュフローとかも書かれてあるので、もしキャッシュフローとか見られたい方はですね、有価証券報告書の方を見ていただくといいかなと思ってます。で、ここら辺ですね、まあ、フリーキャッシュフロー フリーキャッシュフローの方は営業活動によるキャッシュフロープラス、えー、と投資活動によるキャッシュフローを足したものになるんですけども、まあ、ここら辺フリーキャッシュフロー自体はです、ねあのー、今期の方は下がっているものの、まあ、投資とかもしっかりしているという形になっているので、まあ、昨年よりも投資はしっかりしている形になっているので、まあ、ここら辺はいいかなと思います今期は営業キャッシュフローの部分で売上債再建のところがマイナスになっているのでこれが結構あの引っ張っている形になるかなと思いますが、まあ、これは売上債再建の 増減額なななで、まあ、いいいしか,たないかなと思います、はいまあ、ここら辺もですね、結構気になりますね。で、最終的な私が今回ちょっとこのキャッシュフローの方をお見せしたかったのは、この現金の部分ですかね。まあ、現金の方も昨年よりもですねしっかりと、えっ、ー、と、お元がありますよという形になっているので、財務活動におけるキャッシュフローも昨年に比べると大きくマイナスになっているので、まあ、銀行等にですね、えー、と返済をしているんですけども、自己株式とか買ったりとかもしてますね。まあ お金は出てっているものの、現金自体はですね、昨年よりも大きいという形で、まあこん、今回の利益が大きかったのもあるかなと思いますと。で、昨年が24億だったのが30億という形で、まあ、現金もしっかり持っているという形で、まあコロナ禍、この中に備えているっていうのも伺えるかなと思います。で、最後、配当政策ですね。で配当政策の方も特に数字としては出てないのかなないですね。例えばなんか、 配当成功30%とかっていう話があったとすると、まあ、ここら辺のですね、配当金の方も、あの今期利益が増えているので、増配の余地はあるのかなと思ってたんですけども、今はちょっと昨年の配当政策を見てみると、まあ、基本的な、はいえー、と具体的な数値としては配当政策はないので、まあ、増配とかはないかもしれないですね。ただ、情報修正は少なくともあるかなと思ってます。はい、売上高とかが特にですね、まだ全然。 保守的な値になっているので、ここら辺は情報修正があるかなと思うので、まあ、さらに株価は上がるみあの可能性はあるかなと思ってます。はい。そんな感じですかね。はい。という形で、まあ、このテクノクォーツですね。 半導体銘柄といいう形で、えっと、最近株価も上がって,いま,してまあ、あまりまだ注目されていない、PR 的な17倍なので注目されていないのかなって思ってます。まあ、利回りは低いのであれなんですけども、まあ、キャピタルゲインとか狙われている方で、半導体銘柄でまだあの知らなかったとかありましたらですね、まあ、ご自身の方で決算楽し身だとか、まあ、周辺の業界のと,かのところとかもですね、調べていただいて、まあ、買ったりだとか、ご購入の方ですね、まあ、保有の方も検討してみてはいかがでしょうか。 はい、では以上となります。本日もありがとうございました。失礼いたします。